ロケタスでマルは、スペインアンダルシア州アルメリア県のムニシピオ。地中海に面したリゾート地である。ローマ時代、トゥラニアナと名付けられた最古の定住地は、現在のロケタスとアグアドゥルセの間に存在した。洪水が起きたため、町はその後現在のロケタスで、マルの地に再建された。ナスル朝時代、塔や城など、防衛設備に囲まれていた。レコンキスタ後に、 大きな軍事的関心が持たれたが、産業が漁業か声援しかなく状況は変わらなかった。事実上、ロケタスで丸という町が生まれたのは18世紀頃で、ある。それまで近接するエニシュやフェリシュに、漁民は暮らして、ロケタスで丸へ通っており、ロケタスで丸に定住することはなかったのである。1950年代、ロケタスで丸は、 県有数の重要都市として勢いづくようになった。スペイン農業省参加の国立植民研究機関がさらなる自治体の発展のため必要なインフラストラクチャーを設けたのである。最低限の居住装備を持つ住宅の集まる小さなコミュニティに次第に農民が定住し始めた。捨れたアルプハーラ産地出身者が多かった。この現象は数年間急激に続き、 自治体郊外で地区の拡大が見られた。ありがとうございます。